戦略なき努力は報われないと。でこれ書いたらね、そのあなるほどうまいこと言うなという人がいて、まず目標を決めて、登頂計画を立てて、できちんとしたルートを確認して登るから登山が成り立つ。目的もなく、登山を始めたらそれは遭難というっていうねコメントを書いてきた人いましたけど、まあ、なかなかうまいこと言うなっていうふうに思いましたね。もうやみくもに努力したら確かに努力しないで近場にいたらその辺の散歩ですけど、全力で違う場所にいたら確かに遭難になりますよね。 でも人生で遭難しちゃってる人結構多いんで、まあやっぱり努力過剰主義がその遭難の大きな原因かなというふうに思います。